青い池青い池は、北海道上川郡美英町白金にある、人造池の通称である。白金の青い池、美英白金青い池などとも呼ばれる。青い池の位置美英川。写真右手には青い池がある。青い池は、美英町の東南部、美英川左岸の標高約500メートルに位置しており、十勝だけのふもとに湧く、白金温泉から約2.5キロ北西の地点にある。 座標リンクに示した、位置の国土地理院、発行2万5000分の位置地形図では、水たまりとみなされているため水面は描かれていないが、Google 等の衛星画像では、青色の水面を確認することができる。この池は1988年12月に噴火した、十勝だけの堆積物による火山泥流災害を防ぐため、美栄川本流に複数建設されたの一つに、 水が溜まったものである。この園庭はコンクリートブロックによるもので、北海道開発局により1989年6月に着工され、同年年末に完成した。美英川を横切る形で施行され、本流から離れた両岸の森林内部まで園庭が作られた結果、美英川左岸側のブロック園庭に水が溜まるようになり、周囲に自生していたか松、白樺等の樹木は、 水没したちがれた。したがって、目的を持って作られたため池や貯水池などとは異なり、青い池は、偶発的に人造地となったものである。写真家で、元藤カラー、旭川経営の小安坂江真によると、青い池を最初に発見したのは、神フラの在住のプロカメラマン高橋マ美とされる。高橋マスは1九9八年に、写真集、ブルーナーアイバーを出版。 青い池がこの写真集に収録されていたことにより、写真愛好家等の口コミで存在が広まっていった。2014年5月25日に、テレビ朝日、奇跡の地球物語で青い池が紹介され、その中で、高橋マスミは青い池を発見した時から、毎年写真を撮り続け、存在を世に広めてきたと伝えられる。この付近の湧水には、水酸化アルミニウム酸など、 主に白色系の微粒子が含まれており、美英川本流の水と混ざることによって分散され一種のコロイドが生成される。水中に差し込んだ太陽光がコロイドの粒子と衝突散乱して、水の吸収による青色の透過光が加わり、美しい青色に見えると言われている。水の青さと立ち枯れた木々の幻想的な景観から、その存在がカメラマン等を中心に口コミで広がり、 いつの頃から誰からともなく青い池と呼ばれるようになった。当期に期間限定でライトアップされており、当期においてライトアップ期間以外は見ることができない。2012年7月に発売されたアップルの OS 天満運転ライオンの15種類の壁紙の一つに青い池の写真が採用された。この画像はアップルのモバイル用 OS である iOS 7.8。 で壁紙に採用された。iOS 9からは採用から外されたため壁紙設定していない場合アップデートすると削除される。台風9号に伴う2016年8月23日の大雨の影響で池に土砂が流入し池が茶色く濁る被害が発生した。周辺の美英川の護岸が崩壊したため池周辺は立ち入り禁止となった。その後、 旭川開発建設部により応急工事が行われ、池周辺の安全が確保されたため、同年9月14日より立ち入り制限が解除された。ありがとうございます。